ジョン・グローバーはアメリカ合衆国の俳優。日本ではジョン・グローバーと表記される場合もある。1944年メリーランド州ワイカミコンソールズベリーに生まれる。父親はテレビのセールスマンだった。地元の高校を卒業後、ボルチモア軍タウソンに所在するタウソン大学に進学し、カレッジ在籍中にバージニア州南部の劇場バーターシアターで 俳優としてのキャリアを指導させた。その後、ビバリーヒルズの演劇学校で本格的に演技を学び、30年以上続いたソープオペラシリーズ、サーチフォートゥモローに準レギュラーとして出演するようになる。1970年代から映画界にも進出し、テイラー・ハックフォード監督のホワイトナイズ・ビアクヤで重要な役柄を演じたことから注目を浴び始めた。さらに、 三人のゴーストでのビルマーレ演じる、主人公が毛嫌いする、テレビマン役や、ジョーダンテ監督の、クレムリンニシン、シ主、タン、生でのダニール・クランプ会長役、バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲でのジェイソン・ウッドルー、博士役などで、バイプレイヤーとしての評価を高めていく。1 9九十年代からは、テレビドラマやテレビ映画を中心に活動を続け、二千一年に、 放送を開始したヤング・スーパーマンでのライオネル・ルーサー役はグローバーの当たり役ともなった。テレビアニメシリーズバットマンやスーパーマンでのリドラー役を含め DC コミックスが原作の作品には3本出演している。エミー賞に5度ノミネートされており、1995年に出演した舞台ラブ・バラー・コンパッションではトニー賞演劇女演男優賞を受賞している。 2009年にも舞台5度を待ちながらのラッキー役でトニー賞演劇女演団優勝にノミネートされた。2012年にはマイク・ニコルズ演出のセールスマンの詩ブロードウェイ公演に連役で参加し、2014年にはウィリアム・シェイクスピアによる悲劇、空騒ぎや悲劇、マクベスに出演するなど映画やテレビのみならず舞台での活動も目立っている。父親が アルツハイマー病を発症したことがきっかけで、現在は、アルツハイマー協会の一員である。ゲイであることを公表しており、1993年から、彫刻家のアダム・カーツマンとリレーションシップを続けている。ジョン・グローバー・バイオグラフィー、ヤフー・ムービーズ、ハット・ジョン・グラバー、テレビジョン・アカデミー・ハット・エビ・ウィンディー・シティ・タイムズ、アウト・イン・スモーアル・ビル、スモーアル・ビル・エス・ジョン・グローバー、 ありがとうございます。